濃いピンク部分が装甲部分で、そのうち、砲塔基部の薄い灰色の円筒部がバーベット部。バーベットとは、主に軍艦搭載用の砲台構造の一種で、上甲板に突き出した円筒形の装甲部を指す。その上部に下砲が設置される。手砲や一部の副砲で用いられた。近代的な砲塔式の軍艦では、バーベット部の上に砲塔の旋回部分が設置される。 バーベットの内部には、エレベーター上の溶断灯など、弾薬庫から、砲弾、装薬を、用にするための設備が保護されている。バーベットは、内部に弾薬がある関係で被弾した場合の危険度が、高いため、原則の垂直走行、甲板の水平走行と並んで戦艦の走行では、重要視される。フランス海軍の装甲艦、ルル・ドゥタブルの路方灯。大砲と砲員を囲む輪が、 バーベットの上端。露砲塔とは、下方の基部より上がバーベットから剥き出しとなる形式を指す。水平方向からの砲撃を受けた際に、下方の基部のみがバーベットによる装甲で守られる。現在の砲塔形式とは違い、完全な砲塔にはなっていない。19世紀後期の装甲艦などに見られた。弾薬の装填和法を最大行革にしてから言った。 この時代の漢砲は現在と異なり、直接照準の水平弾道で撃ち合ったので、防御も法員を守るため法部の基部のみとし、水平方向以外からの脅威は考えられていなかった。基部から上は吹きさらしの露天式、もしくは命中弾の断片に対する防御ができる程度の装甲でできたお腕状の屋根をつけた。しかし、次第にスプリンターの脅威が増すとともに、大砲の射程が伸びて、 砲弾の落下角度が大きくなり、砲の上部の防御が必須となり、本格的な砲塔に移行した。ただし、対空砲、両用砲などでは、かなり後年まで使われた。露砲塔を主兵装とする軍艦は、バーベット艦、あるいは露砲塔艦とも呼んだ。フランス海軍の装甲艦、ルル・ドゥタブルやイギリス海軍の全土急戦艦、ロイヤル、サブリン級などは、露天式だった。 新国海軍の庭園型やイタリア海軍のデューリオ級はフード付きだった。似た砲塔の形式として陰形式砲塔がある。これは装填時にはバーベット内部に砲が隠れ、射撃時の見砲を持ち上げる形式の砲塔で、露砲塔とは区別されている。重量が重む形式のため船舶での採用例はほとんどなく要採用砲がによく見られる形式でもある。 ありがとうございます。